東京大地震。関東大震災から100年が過ぎて、関東地方では再び発生するかもしれない巨大地震に対して懸念がされています。他にも首都圏を襲う直下型地震への懸念もされていて、内閣府でもそれに対する被害想定が公開されています。しかし一般的にされている想定は粗末であり、最悪のシナリオを想定するべきだと警鐘を鳴らす人物もいるんです。実際に東日本大震災では想定していたこと以上のものが立て続けに起こったことで未曾有の大災害となりました。そう警鐘する柘植久義さんが最悪のシナリオをシミュレートして作り上げた作品が2023年12月15日に発生する2つの巨大地震。どうも皆さん、チャオモカです。今回は東日本大震災が発生した翌年の2012年に出版された東京大地震2023について見ていきます。この内容はあくまでもフィクションなものになっていますけど、東日本大震災が起きたことによって当時の政治の状況や今後再び発生する大災害を踏まえて未曾有の大災害が発生した時の最悪のシナリオを想定した警鐘を鳴らしている作品になっています。出版された2012年当時で首都直下型地震が発生する可能性が 70%、 房総沖でのプレート型地震の発生確率は前年2011年の10倍とされていました。つまり東京では今後高確率で大地震や巨大地震が起こると考えられています。そのため内閣府なども大災害が発生した際の被害想定を公開しています。しかし作者である柘植久義さんは2011年に発生した東日本大震災を踏まえて政府を含む公的機関に過大な期待を抱いても何もやってもらえないと語っています。東日本大震災が発生した際の政府の対応を見て彼は一般的にされている想定がいかにお粗末で政府が何でもやってくれると期待をしているだけでは助からないと言っているんです。そこで彼はあくまでも最悪なシナリオをシミュレートして作品を描くことによって近未来に訪れる大災害への警鐘を鳴らしているんです。そういった思いもあって書かれたのが今回紹介する東京大地震2023。この本の中ではいろいろな視点から実際に被害が出ると考えられる地名を名指しで使い、地震や津波、火事の被害、そして住人の影響などを全てをリアルに描いています。今回はその中からいくつかをピックアップして紹介していきたいなと思います。2023年12月15日、クリスマスを1週間余り後に控えた銀座、突然下から突き上げるような揺れが始まりました。店内に陳列されていた商品がカタカタと音を立てて左右に激しく揺れ動き、次から次へと何かが倒れ落下する音が聞こえてきます。震度6前後かと推測する人がいる中、陳列されている商品がひっくり返り始め、店内はパニックになります。しかし建物自体は一応震度7に耐えられるはずだと安心を求めます。しばらくして揺れが収まると、ラジオから午後5時35分頃東京湾を震源とする地震が発生しましたという報道、さらにテレビニュースでは東京湾北部を震源とするマグニチュード 7.9 の直下型地震が発生、この地震による津波の心配はないとアナウンサーが話します。震源地から近い隅田川から東の低地帯では家屋倒壊が多く、スカイツリーの東側では特に火事の被害がひどくなります。旧江戸川と江戸川で挟まれた市川市では木造家屋の密集地帯が火事などの被害をもろに受けることになります。ちょうど時間帯が5時半っていう夕飯を作るような時間帯だったこともあって、火をそのまま処理せずに逃げ出した家だったりとか、火を使っていた家があったことでさらに火事の被害が大きくなってしまうそうです。そして地震の影響は建物だけではなく道路や車にも現れ始めます。首都高速湾岸線では揺れにより車の衝突が起こり車線を塞ぎます。そのうちの1台からガソリンが漏れ出し、路面が突然明るくなると同時に鈍い音が響き渡ります。さらに炎は2台目3台目と燃え広がり、近くにいた数人が衝撃波で吹っ飛ばされます。一般道路でも車が事故を起こし炎上しているものが見られ、交通渋滞が著しく発生。緊急特番では帰宅困難者が600万人から多ければ1000万人生じると思われると報道されています。
本震発生後も時々余震が起こり、震度5強以上が生じたら亀裂が入る可能性もあります。道路は次々と通行禁止の箇所が増え、杉並区から大田区にかけては密集した木造住宅が多く、10年以上前から危険地帯とも言われている場所になっているそうです。そして東日本大震災や阪神淡路大震災、関東大震災のタイミングで日本にはとある共通点があったというんです。実はこのような大災害が発生するのはどれも日本政府が弱体化するタイミングだったんです。最初にも触れた通り、作者である柘植久義さんは政府に頼っていても助けてもらえないという思いもあってこの本を書かれているんですけど、本の中では首相を含む政治家たちの行動も描かれています。地震が発生した時に集まっていた首相を含めた官僚たち、彼らは政権が弱体している時や低劣な指導者の時に大災害が起きると考えてはいますが、到底口には出せません。そして地震が発生し対応を聞かれた首相は、都知事が何か言ってきてから動けばいいという都知事任せの対応を取ります。しかしそれによりもちろん事態は悪化していくことになります。都知事任せの対応を選んだ結果、対応が遅れ刻一刻と空は暗くなっていき、冬の夕食時だったということもあり、未曾有の消費者が出ることになってしまったんです。そして巨大地震といえば、東日本大震災の時も地震の揺れによる被害より圧倒的に被害を出すことになった津波による被害。本の中で描かれている直下型地震では津波は発生しないとされていますが、首都圏を襲う津波を引き起こすことになる2つ目の巨大地震が発生してしまいます。午後6時を過ぎた頃、1つ目とは違う横揺れが発生、ミシミシという音がしたかと思うと2階建ての古い建物が1棟倒れて激しくぶつかります。次々と火災が発生し、119番通報を試みてもつながりません。この2つ目の地震は房総沖を震源とするマグニチュード 8.9 の巨大地震であり、200から300の火災が発生していると推定。さらに津波の被害が深刻で、三浦半島の三崎港では10メートル以上、富津岬は津波に飲み込まれます。津波の速さは秒速60メートル、火力発電所がやられ市街地は停電、川崎の臨海工業地帯にも激しい津波が押し寄せます。羽田空港にも津波が押し寄せ、駐機していた40機以上の飛行機が飲まれ、空港は一瞬闇に包まれます。そしてすぐに1機が爆発し、次々と爆発炎上し、空港施設にも延焼し拡大していきます。では結果的にこの東京大地震による被害はどれほどになってしまうのか。東京23区の総面積のうち 25% が津波で浸水し、行政機能が麻痺状態に、木造住宅の不燃化計画があまり進展していなかったため火災の被害は拡大、消火活動が間に合わなかったため燃えるがままでした。その結果、帰宅困難者600万人、冠水被害者200万人、火災の被災者100万人、死者数も都内だけで関東大震災を上回ると想定されています。そして翌日12月16日、東京は強い雨が降り、12時間燃え続けていた火を鎮火させます。大災害が大火を伴うと、地上で異常な高い熱が発散されることで雲を生じさせるため、必ず大雨が降ると言われています。結果、直下型地震では1万から1万5000人が犠牲になり、津波での被害は計り知れません。そして東京の4分の1が被災することになります。今回紹介した東京大地震2023の中で描かれている2つの地震は、東京湾を震源とする直下型地震と房総沖を震源とするプレート型の巨大地震。この2つは今後間違いなく起こると言われている地震でもあるので、それがこの作中のように今月発生するのかどうかは分かりませんが、備えておいて損は絶対にないので、いつこのような地震が発生したとしても自分の身や自分の大切な人を守れるような対策をしておいていただければなと思います。ぜひ皆さんの感想をコメント欄の方で教えていただければなと思います。ということで、今回で良かった方はぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。その他次の動画でお会いしましょう。